夜が来ましたけど大丈夫ですか？ちゃんくんも普通通り。はい。ポンちゃんおはよう。おはよう。なんか変な記念撮影をされているポンちゃんです。お腹に乗せてもいい？ミルクセーキキャラメル。そうなの。キャラメルなのにミルクセーキ味、不思議。ちょっとレトロな、なんかエモいやつ。パッケージがね、なんかちょっと可愛いので、はい、ほら黒猫に黒猫さんがほらなんか楽器弾いてるよ。ポンちゃんが手がバッテンになっているところを撮っていたんです。あ、ごめんなさいね。ピンボケ、かわいい。さて、今日はマオイママさんがお泊まりで出かけます。実家のお母さん骨折したということでお手伝いに行くそうです。ねえ、なんでしょう。おんちゃん、残されたパパとジャンポンはなんかメモをね、ほら、これをやるべきことということで。そう、おトイレもやってねって。頑張ります。頑張ってね。はい、じゃあトイレ行ってください。トイレ行ってください。え、トイレ行きたくないって。ポンちゃん。さ、ママさんいない。夜が来ましたけど大丈夫ですか？ちゃんくんも普通通り。はい。昼間ちょっとね、知り合いの、まあ、ライブというかタップダンスと、日舞のコラボみたいなのをやるっていうのをちょっと見に行ってきました。その間2時間ちょっとぐらいね、2時間半ぐらいかな、お留守番になっちゃったけど、元気です。元気でやっております。そしてまだ夜早いんですけど、パパは眠くなってきています。仕事ももうしません今日はね。だらだら過ごそうか。なんかさ、世の中はさ、お盆休みだっつってんだよね。そういうことらしいよ。